今日東京では最高気温が 21.8 度となり、今シーズン一番の暖かさとなりましたが、この先1週間の気温はいかがでしょうか。来週後半になりますとね、ちょっと寒さといいますか、が戻ってくる可能性はあります。天気図を見ていきますと、明日通っていく低気圧から北の方を通っていくんですね、はい、そして、その後前線や低気圧が少し南に下がって天気が崩れるということになるんですが、その後また次の低気圧がやってくるんですが、この来週の後半やってくるこの低気圧、ここの低気圧のコースがこういった南の方を通っていきますと、例えば東京は随分と気温が下がる可能性があります、はい、ただこの今のところこの低気圧のコースを予想している、世界のいろいろな機関のモデルを見ていきますと、北の方日本海を通っていくというコース、それから本州の真上を通っていくというコース、そしてもう一つは南の海上を通っていくという、まあ、3つに分かれているんですね、はい、で、日本周上、それから日本海を進んでいくと気温は上がるんですが、南岸を通るようなコース、これを進んでいきますと、気温の方というのは随分と下がるところ多くなっていきます、まあ、特に関東から東北太平洋側、まあ、こういったところでの影響というのは大きくなりそうなんですね、はい、東京を見ていただきますと、東京と仙台を見ていただきますと、18日のところの気温がぐっと下がりそうですよね、はいはい、来週の中頃までは春めいた気温変化でいくんですけども、来週後半になってくると少し気温が下がる可能性がある。ただし、ここまで気温が下がるかどうかというのは低気圧のコースによって随分と変わってきますということですね、はい、最新の気象情報をお天気アプリウェザーニュースからご確認いただければと思います。